イラストレーター専攻1年、阿部洋平です。学校のカリキュラムとか、まあそういうのもあったんですけど、まあ、一番は学生スタッフの方や、教務の方の笑顔に僕は惹かれました。やっぱ僕自分ペン画で描いてるんですけど、点を打つときですね、そう点描してるんですけど、完成が見え始めた頃が一番楽しいです。最高ですね、本当に。やっぱコミュニケーションスキルも上がった気がしますね、入学してから。こういろんな絵描いてる人の中でこうどんどん競い合ってお互い高め合っていく、なんかそう やってるなって感じがすごい楽しいです。あ、僕絵描いてるなっていう。目標はこう一年一年進んでいくことにどんどん増えていくと思うんですよ、その年の目標とか、まあ、でも最終的な夢っていうのを、まあ、自分の中で持ってて、楽しい人生だったで終わることが僕の夢なんですよ、小さい頃から。楽しいですね。